は20時から こんにちは今回エアコンついてないよ。ついてない。こんにちは。普通に配信するだけ？うん。普通に配信する。です。寝起きじゃないです寝起きじゃないです違いますね。たこ焼き部何投げればいい。たこ焼き部のギフトを投げてくださったらポイントが入ります。たこ焼き部にそれ以外は何も入らない。星もカウントも何も入らないんで、ポイントに入んないんで、たこ焼き部の3つのギフトしかね入んないんですよ。イベントページ見当たらないけど、イベントページ、そうなんだね。イベントページさ、なんかショールームの方でさ表示されてないんだけど、ツイッター公式のツイッターに載ってるんで、そこから見るしかないのかな。そうないんだよね。そうなの、この始まってるんだけど、今日の17時から今回イベント詳細始まってはいるんだけど、なんかあのイベントのページにあのてないけど、でも始まってます。お知らせには来て、あ、お知らせには来てたのね。見てないわ、そっち。これも SNS 認証しないとダメ。もちろんしてない方いたらしてください。そう、カウントも入らない。そう、たこ焼き部のギフトだけしか入んない。ポイントに、そうなんですよ。そう、今回はちょっと違う、いつものイベントと。そこがね、お知らせ、これね、あ、キャンペーン、ん？キャンペーンって書いてる。これか。イベント、ん？キャンペーン。始まってますね。たこ焼きにはたこ入れる派ですか？たこ焼きにたこ入れなかったらたこ焼きじゃないんで、入れる派です。
入れない派とか、あでもタコが好きじゃないって人もいるか、入れない派もいるか。じゃあ私は入れるな。家で作るときはタコ以外も入れたりする、するじゃんみんな、そういうのやったりするけど。のことも怒っちゃないけどこれで怒ってたらやばいでしょ。前髪が切ればよかったな。いいか、前髪切ろう。ちょうどいい長さにしよう。なんか毎回ちょうどいい長さに切るからさ、すぐなんか長くなっちゃうんだよな。そんな短く切らないから伸びてすぐ長くなっちゃう。あ、仕方ないか。ごぼさんさん、夢思って短めにしないですしないです。前髪大事だからな。結構前髪で印象変わるから、前髪はちょうどいい長さにしか切んないです。あんまり巻かないのが好きなんだね前髪。今巻いてるけど、くじ残り少ないところが次の日になったら補充されない。補充とかあんの？くじ初めて聞くんだけど、くじ補充ってさえってなっちゃうよねラストワン狙ってたのにってなりそうマジで見たことないな私。気づかないだけでされてたりするのかな。そういうのあるんだね知らなかった。何セットか入荷してるとこはそうだ。あ、そういうこと。ローソンでバイトしたらバイトしないよ、しない。そういうのあるのね、知らなかった。なんかどこの店もその何セットとかさ入荷とかするとこあるの知らなかった。もう売り切れたら、一回その売り切れたら終わりかと思ってた。次はいつ、いつ行こう、いつか行こうと思ってるんだけど、ちょっとまだ行ける日わかんない。明後日ぐらいに行ってみようかな。明後日時間があれば話に出た。これとして何か、いや、この期間中に何かやるわけでは特にないけど、アピールマスクってなんだ。ちょっと待って、
ビール合戦って書いてあるけど、これ結局はこのさ何かするって感じのやつじゃなくてさ、いつものシャロンイベントみたいな、なんていうの、ギフトとかの違いはあるけど、6部部活ごとに両親の魅力などを発信するグループ対抗のアピール合戦企画を行います。今回は部活ごとのレース、部活動ごとのレースって書いてるけど、アピール合戦の企画とかをする、なんていうの、なんかこうでみたいな、なんか話すみたいな感じでは特にない。配信の内容としてはいつもの感じと変わんない、特に何かしないといけないとかないし、あの料理選抜のさ、あの決めるやつのショールームイベントみたいに、なんか料理作ってツイートそのしないといけないとかさ、その料理に関する配信1回でもしないといけないとかは特にないです今回は特にない。もう書いてあるけどね、部活別アピール合戦って書いてあるけど、そういう感じですね。たこ焼きのかぶり物とか、たこ焼きのかぶり物持ってないな、持ってないな。持ってない。メイソル商品のアピールする、いやそんな特に聞いてないの。聞いてないかも。普通にショルムイベントが始まるって聞いた。分かんないよこれ。おすすめのたこ焼き屋さんはありますか？おすすめのたこ焼き屋さん、そんなよく行くわけじゃないけど、銀だこ好きだね。銀だこ、美味しいよね。揚げてあるのは揚げた。しょうがないのか、私リップ出せばいいのかな、落としすぎたリップ、ちょっとリップ持ってこよう。リップよいしょ、リップ、しょうがない。犬は犬？何犬って？なんだ？犬？うん、じゃない。オレンジベースのリップ持ってないんだよね、確か。持ってない、買ったことなくて。あ、もうちょっとこっちじゃないや。自分で塗るとき、よいしょ、OK、あ、猫？猫ちゃん。犬は飼ってないけど、猫は飼ってるよ。
向きバカにしちゃうのいけない、してないよえっ、なんか言ったっけ、記憶がないんだけど言ったっけ、今リップの話と猫の話して記憶しかないやめたっけ、記憶ねえや、いいじゃん、たこ焼きリスペクト配信いいね、たこ焼き食べたいの最近食べてないんだよな、その試作配信の時に食べたから食べてない、食べたい、普通にお店の買って食べたいな、お店で買ってさ最近食べてないよ、お店の、家で冷凍のやつ食べたりとかあるけど食べたいな、たこ焼き、試作の美味しかった、美味しかったよ、あの4つのやつ決めたやつ、マジどれも美味しかった、たまにキッチンカーのたこ焼きは、キッチンカーのたこ焼きあんま見たことないかも、キッチンカー、キッチンカーでも確かあんま見ないよね、そもそもそこがいいね、キッチンカーいいよね、なんか見たくなる、おすすめはどの味、え、おすすめ、うん、4つあってさ、タルタルとごま油のやつとごま油塩ネギやつと、あと梅と大根おろしのやつでしょ、とあの明太マヨとのりかかったやつで、タルタルかなが美味しかった、すごいどれも美味しいんだけど、ごま油も美味しかった、たこ焼きの中に、中に七味唐辛子、中には入れないや、でも七味あんま好きじゃない、一味が好きなんだよね私、七味じゃなくて一味、中にはでも上からもそんなかけないな、たこ焼き食べるとき、なんか辛いさ、あのたこ焼きソース、このえってたこ焼きだよな、たこ焼きのソースが家にあってそれをかけて食べるか、でもそれよりも普通のたこ焼きソースの方が美味しいから、普通のたこ焼きソースで大丈夫なんかあるけど辛いやつ、大根おろしが美味しそう、梅と大根おろし美味しいよ、でもあれでもすっごいさっぱりって感じだから、なんか他の食べて途中で食べるぐらいがちょうどいいか、すっごいさっぱりしたのが好きだったら、なんかポン酢とかよりももっとさっぱり、梅だからって感じかな、美味しいよ、でもうん、塩で食べたら美味しい、それも良さそうだね、あのごま油のやつでもその感じ、ごま油と塩とネギ、それも美味しい、たこ焼きの皮はカリカリとふわふわどっちですか、よく食べるのはカリカリの方だけど、ふわふわのやつも美味しくない、美味しい、大阪行った時に食べたたこ焼きふわふわだった、どっちも美味しい選べない、どっちも好きだもん、揚げてるやつも好きだし、ふわふわな方も好き、
からそうそう要するについて、それはねちょっと今後分かると思うんで、ちょっと詳しくはもう今の時点での話だから変わるかもしれないしな、分かんないからまだ詳しく言えないか、言っていいのかも分かんない。販売どうやるか、いやね、なんとなくは聞いてるけど確実に決まってるわけじゃないから、まだこれが変わる可能性もあるから分かんないなって感じ。渋谷のスクランブル交差点の地下に大阪のたこ焼き屋さんある。大阪のたこ焼き屋さん、美味しそう。たこ焼きみたいだね、たこ焼きみたいだねは喜んだらいいのかな、わかんないけど。そんな微妙なこと言うてわかんないって。それはどういう意味なんだよ。たこ焼きみたいだね、それはどういう意味。たこ焼き今1位なのね、たこ焼き部。あ、たこ焼き部になってる。ん、あ、違うわ、大賞ギフトがたこ焼きになってるんだ。部が抜けてる。たこ焼きいいね、今1位だわ。なんかその順位のとこはたこ焼き分やってるけど、ギフトのところ最初ギュッと書いたところがたこ焼き部だけたこ焼きになってる。部が抜けている。たこ焼きはグッカー持ってるよ、持ってるけどめっちゃでかくてさ、普通の大きいホットプレートだからさ、それまでやるのちょっとでかすぎてやりづらいんだよな。机の上に置くとさ、私が身動き取れないんだけど、そのすごい配信しようとして机持ってきて、ちっちゃい机なんか折りたためる机あるじゃん、あれ持ってきてそこにホットプレート置いてっつって、身動きが取れない。一回だけさ、その机置いて配信したことあるんだけど、画面が遠すぎて手が届かないし身動きが取れなくなってしまうんでね、壁に挟まれてしまうんでできないや。ちっちゃいの持ってないんだよね、大きいのしか。もう家族で使うから、もう何人用とかだ、あれ4人とか5人、結構大きいやつしか持ってない。自分の感じで他のメンバーに村たこ焼き投げる、いけるかな、ちょっと待って。チャレンジ、あ、これか、ん、ん、あ、一定時間一周しました、一周してないや。ちょっと待ってね、でも私って何もしないんだよね、これ。あ、ん、 SMS 認証の登録が完了してます、完了してたわ。してたわ。え、ちょっと待って。うん。うん、
音ってないようにし、え、これ一定時間ってどのぐらい？30秒ぐらい？ちょっとかな、30秒ちょっと待って、でチャレンジからアイテムを受け取りました。たこ焼き、あ、これか、お料理選抜ってやつか。投げた。あっちのところに。オッケー。あ、自分のとこさ投げれないんじゃないかな。多分自分のとこ開くとさ、ルーム開くと投げれ、なんか普通にこう同じだからさ、アカウントが違ったらいける、いけるけど絶対にいけないことはないわ。開くじゃん。ないんだよね、そのギフト投げるやつが、マークが出ないから、自分のルームだから寝れない。お前は、え、わかんない、だって無音だから。わかんない。焼き船の3以上で目指せ、お肉、お肉、呼吸焼肉だっけ、有名焼肉だっけ、なんだっけ、なんちゃら焼肉って書いてあった気がする。全然覚えてない。なんちゃら焼肉、何食分みたいなやつでしょ。あれ、あ、ひろき、え、押せてない、何個だっけ、これか、豪華だ、豪華焼肉お食事券何食分みたいなやつ。あとずっと、あ、ずっと書いてないね、書いて。さっき絶対手やけどしたな。いいか、きっとすぐ治る、ひどくないやつ。熱いの触っちゃった、電子レンジで温めて、湯気がすっごい熱くて焼いちゃった。うん、6時に切るんだよね、3分前かな、イベント期間中。57分になったら気分で。初投げてくれてる。ありがとう、初。ありがとう。ありがとう。
クションの方がいいやけどね。しかもちょっとのやけどね。大げさすぎでしょ怒られるわそんなことしたら。ぶつけた。なんかね違うんだよ、なんか電子レンジで温めてご飯で取ろうと思ったらさ、湯気がめちゃくちゃ熱くて湯気で触っちゃってさ、ほんのちょっとのやつ。まっすぐ治るよ。ゲート見てたらお腹空いてきたね。たこ焼き食べたくなる。たこ焼き食べたい。ね、たこ焼き食べたいな。店のやつ買って食べたい。自分で作るのちょっとめんどくさいか。一人だけだったらめんどくさい、準備とか。誰かがいたらいいけど、一人だけだったらちょっとめんどくさいか。一人で自分でお昼ご飯用にたこ焼き器でたこ焼き作る。しかもでっかいホットプレートで。ちょっとめんどくさいからさ。家族で食べるだったらいいけど、夜ご飯でやるとかだったらいいけど。めっちゃ悲しくない？でかいさホットプレートしかなくてさ、それ一人で焼いて食べてんの悲しい。家族で使ったりするやつだから、めっちゃでかいやつ、それしかなくってさ。でかいホットプレートっていいけどさ、あれだよね。そう一人でするよ。私は今回は作る配信はしないですね。たこ焼きでかいホットプレートしかないんで。やろうとすると本当に身動きが取れないの。机を置くと配信しようと思って、携帯が遠すぎて操作ができないんで。お好み焼きでいいね。いやでも今回はさ、いやなんか違うなんかイベントとかあったらいいけど、今回はたこ焼き部だからさすがにやめとくわ。しない。結構さん一人、いや家族いるよ。家族はお昼とかはいなかったりするけど、学校とかお仕事で。仕事で、おやするけど、学校終わったらもうみんな帰ってくるから。だからお昼さ、みんなが学校とか仕事行って、その時間からお昼過ぎぐらいまで、夕方、ね、お昼過ぎぐらいまでは私と猫だけ。いえ二人じゃないか。私と猫だけ。二匹だね。二匹って私も動物側？土側か。
ずっと寝てそう。え、なんかずっと寝てる。あれ、ずっと昼とかずっと寝てるからね、ケージの中で。でもなんかほとんど寝てる、一日。うん、ずっと寝てる。寝るとこは、え、なに、猫が？猫ゲージの中に基本いるわ。ゲージで寝てる。なんか一番、まあ段差が2個ぐらいあってさ、こう座れる、 なんていうの、一番上のところで寝てる。なんかとりあえず難しい説。猫ずっと寝てるね。1時間高木にまつわる話だったら強そうじゃない。いやね、そういう話じゃないはず、今回は。だって聞いてないもん、そんな風に。普通のショルブイベントと一緒ですね、内容はね、配信内容は。でもそのなんかそういうギフトだったりがちょっと違う感じかな、そのポイントになるやつが。あ、ランキング3位って出てる。あ、個人ランキング3位、こういうの出るんだね、知らなかった。音楽かける3時間たこ焼きトークしんどいわそれ、さすがにさすがにしんどい。もう話すことないって、もう1日目でなくなるよ。さすがにちょっと無理だわ。一日中たこ焼きとお会いして話すことなくなってしまう。運動不足ね。猫？猫でも出した時すっごい走り回ってる。この間、その走り回ってるって言ってもさ、そのなんか、なんていうの、ずっと走り回ってるわけじゃないけど、この間なんかめっちゃ走り回ってて。びっくりした。すっごい一人で走り回ってて、ね、家の中びっくりした。え、なんかおかしくなってた、その時。夜風真っ白、時々猫追いかけてるね逃げるから運動、部屋の中で追いかけてる。私走り回った猫に携帯割られたことある。踏まれてとかってこと、落とされてとか。え、それは悲しい、マジで。それ悲しいわ。たこ焼き食べたい、わかる。私もたこ焼き食べたい。踏まれて悲しい。猫に携帯踏まれて割れるなんて。今んとこそういうのないな。ないけど、猫に指噛まれて指切れるぐらいしかないかも。結構
猫がさ挟まっちゃっててさ、それを助けようとしたら噛まれちゃった。もう猫も必死になってるからあの飼ってる猫ね、うちにいる猫、ちっちゃい頃、去年ぐらいかな、それはあるけど。そう、それ以外で噛まれる時は基本甘噛みだから、そんなにさガチで噛んでこないからで切れるぐらいはないけど、それはあんまないけど。特にそう、なんかね、ちっちゃすぎてね、あのめっちゃ子猫の頃にあのゲージの間に挟まっちゃってたの、顔がだから出そうとしてあげたらね、お猫もめっちゃ必死になってたからさ、出ようとそこに手出さないほうがよかったね。それで噛まれた。普段はそんなんじゃないよ、ちっちゃい頃もね。それはあったこの本当赤ちゃんの頃に顔が挟まっててた。え、可愛いよね子猫、もうでかくなっちゃったけど。もう普通のサイズ、なんていう、普通のも普通にでかかった。今1歳半ぐらい、もう普通の猫なんて、あ、大きくなって、そう大きくなって子猫とは言えないさ。テレさんにそのまま出られなかった。なんかね、もうそのまま自分で出てた、結局自力で、もうこっち何もできない感じだった。もう手が成長したね、早い。こんなちっちゃかったのにお猫の動画、子猫の頃の動画、時々見たりする写真とか。可愛いけどね猫。でかくなった。うちの猫ホーム画面にして、ホーム画面？あ、LINE とか？ホーム画面にはしてないけど、確かにホーム画面アイコンとかしてたりとかするよ。猫の写真、ちっちゃい頃のね、子猫の頃の。そのうち飼い主より大き、私より大きくなるってこと？怖いよ、そんなでかくなったら。もう怖いわそれ。やめてくれ。そんなでかくなる。もういいし、確かに大型犬、大型猫、大型猫怖すぎ。化け猫、確かに
もでかくなったけど今も可愛いね。たこ焼きに紅生姜乗ってたら悲しい。いや、たこ焼きに紅生姜乗ってたら乗ける乗ける焼きそばとか乗ってるじゃん、こう買ってきたやつとかさ、乗けるね。私の家族ほんと誰も食べないの紅生姜。お母さんも好きじゃないし。抜けます好きじゃないから。でも食べないんですよ。ドキドキドキ。なんか、あ、中に入ってて。でも中に入ってるのはさ、もう負けるタイルとかできないからそのまま食べる。それはそんな好きじゃないね紅生姜。お父さんもそんな、あ、お父さん分かんないけど、お母さんは好きじゃないって言ってた。生姜自体が、生姜、うん、吸ってる生姜、こう普通のチューブとかのさ、あ、やるあれじゃん、料理に生姜が入ってたりとか、それはいけるけど、福神漬けにも生姜入ってたりするじゃん。あの生姜とかも好きじゃないか。福神漬けに入ってる生姜と牛丼の上の紅生姜、紅生姜乗せない。紅生姜どのどれに紅生姜乗ってても、どのなんていうの、この料理の上に乗ってる紅生姜がダメとかじゃなくて、紅生姜全体なんていう何の料理にも乗せないです。そんな好きじゃないから。ポイント1も曲もらえるとね、このショールームイベントのポイントプラスリアル、なんだっけ、リアル、なんだっけ、店舗なんだっけそう、その売り上げの順位のポイントを合計したポイントが、その2つのポイント合計したポイントが一番高いチームがもらえる。なので、そう、これだけで決まるわけではない。でもこのポイントも大事ってこと。ポイント表示されてない、イベントページ開いたら見れるね。ここには表示されてないけど、このお料理選抜のショールームのお知らせのとこに載ってるはず。ショールーム開いてお知らせで、料理選抜部活別アピール合戦ってやつ、URL 開いたら見れますね。福岡さん、福岡の豚骨ラーメンって紅生姜乗ってる？乗ってるっけ？わかんないよ。あんまでもラーメン乗ってるやつの食べたことないかも。抜けて食べたのかな。そんなに乗ってるの食べたことない。星はポイント、星はねポイントになんないんですよ。星とカウントポイントになんなくって、ポイントに入るのがたこ焼きのあのギフトだけ、3つそれだけなんです。入るのそれがポイント全く入んないんですよ。たくさんに紅しょう、あー確かにそれかも。紅しょうが絶対乗せないね、好きじゃないからあたかな、からしたかな乗せる。からしたかなは好き。
あれは美味しい。紅生姜好きじゃないんだよね、味が絶対に入れないね。いや、食べようと思えば食べれるけど、全く食べれないわけじゃないけど入れたくはない。好きじゃない。見た目は、見た目紅生姜の見た目。見た目好きじゃないとか人いる？いる？そんな人。見た目は何とも思わないけど。マジかな。見た目は別に何とも思わないけどな。いるのかな、見た目からして嫌いですねみたいな人、ビジョンがいんのかな。なんか台本で見た目が嫌いですって人思いながら。面白すぎでしょ。ケソバパンには必須。ケソバパンには絶対に入れないね。乗ってたら乗けろん。紅生姜が本当にそんな好きじゃない。乗けますね、いつも。私薬味そんなに好きじゃないの多い。だってわさびもそんな好きじゃないし、からしもだし、山椒とかも。何にもさ、紅生姜の味が好きじゃないから。こう何々を乗せないとか言われたら全部乗せない。だって味が好きじゃないんだもん。好きな薬味ネギ。ネギは好き。ネギかな。ネギ。ネギ、うん、ネギだな。ネギ美味しい、ネギは好き。なんかさ、薬味がさ、いろいろ塗ってたりするじゃん。なんかこう自分で好きなように入れていいですよみたいなやつ、なんかお蕎麦とかさ、なんかそう食べる時ある、あったりするじゃん。基本なんかネギとかしか入れない。生姜も好きじゃないし。寿司のガリ、ガリそんな食べたことない。でもガリも多分好きじゃないね。寿司の味変な、寿司そんな食べたことないんだけど、そうそう。でも山椒はそんな好きじゃないんだよな。しびれるからさ、あんま好きじゃない。一味がいい。ネギは好き。家族そう、ネギは好きなんだよね。やっぱあれだよね、そのさ、ちっちゃい頃から食べたりとかがさ、そう家族によってさ結構影響あるよね。私の家族紅生姜食べないしさ、紅茶も飲まないでしょ。だから紅茶好きじゃないし、味苦手だし。でもネギはめっちゃみんな好きなの。お味噌汁とか飲む時とかネギが。こうお椀みたいなお皿にさ、いっぱい入って出てくる。好きなだけ入れなみたいな感じでテーブルの真ん中にドンって、もう自分でだから取って入れてみたいな、好きなだけ入れてみたいな感じ。麻婆豆腐とか追いネギ。そんな感じなんだ。だからかな、なんか普段食べる習慣がないからさ、紅生姜、紅茶、山椒、山椒家にないしな。最初そのお母さんとかうなぎ食べるとき山椒かけたりしてるけど、私かけないから。あ
何かあるかな、わかんないよ。胡椒、胡椒ラーメンに胡椒かける。胡椒は全然嫌いとかない。胡椒好き、好きっていうのはあれかな微妙なとこだけど、57分になったランキング見ます。イベントの時は3分前にランキング見て大丈夫。そう、ネギは好き。ラー油も好きだね。ラー油かけるのおすすめない。麻婆豆腐かな麻婆豆腐ラー油だね。あとなんか中華スープとかにかけたり。あ、57分だ。ランキング読もう。じゃあ13位からランキング読みます。13位、トシルビーアットマーク、キョカタムズさんありがとうございます。12位、プッチーニさんありがとうございます。11位、ラクラクさんありがとうございます。10位、井上義弘さんありがとうございます。9位、香港の春もアットマーク、アットマーク、たこ焼き、さて、あ、わかんない。たこ焼き食べたい。ありがとうございます。たこ焼き、香港の春もアットマーク、たこ焼き食べたいさん、ありがとうございます。次、8位、ズーシミケンスーケさん、ありがとうございます。7位、チョロさん、ありがとうございます。6位、ホタルイカ、ゆでみさん、ありがとうございます。5位、おまめさん、ありがとうございます。4位、フロマンさん、ありがとうございます。3位、グランツアットマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。次、2位、ウドさん、ありがとうございます。そして1位が、クラアットマーク、チューメイト大好きさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。よし、じゃあ次の配信は20時から、次も1時間ですね、配信します。じゃあ何時だっけ、6時になったら終わりますね。あと1分ぐらい、何ぐらいかな。たこ焼き私も食べたいなじゃあ今度行け、その時行こう。たこ焼き買いに行こう。もう両アイテムもらえない。あとね、1日1回もらえるから、明日ももらえる。イベント期間中毎日もらえます。明日に期待。明日も食べないとこに明日も食べない。また行けそうな時ね、買いに行けそうな時に買いに行くわ。あともっちゃい30秒ぐらいか。じゃあ次8時、2時間後ですね。ちょっとイベントの練習してこよう、今度28日のイベントの。じゃあもうちょっとで時間なので、ありがとうございました。次8時、20時から次また1時間するので、よかったらまた見に来てください。ありがとうございました。またね、バイバーイ。またね。